School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. 生徒の皆さん、こんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、欅坂46の平手友梨奈です。この女子クラスには、ガールズ掲示板という掲示板があって、スマホサイトから見ると一番わかりやすいのかな。生徒のみんなが何でも自由に書き込みできるようになっているんですけど、昨日から投稿し始めたばかりの私宛にも、たくさんのメッセージが届いています。ありがとうございます。茨城県15歳男の子、ラジオネームドラゴンブレイバー J 君です。ガールズ掲示板には初書き込みです。自分は平手さんと同じ2001年6月生まれです。同級生としてすごい応援しています。わー、同級生だ、ありがとうございます。すごい、やっぱり握手会とかでも同級生の方が多くてすごく嬉しいです。これからよろしくお願いします。はい、スクールオブロックでは掲示板に書き込みをくれたりメールを送ってくれたりすると、生徒のみんなと実際に電話でお話もできるんですよね。ってことで、まだ投稿2日目なんですけど、今夜は初めての逆電に挑戦したいと思います。題して、あ、先輩、はじめまして、平手友梨奈です。よろしくお願いします。逆電。はい、タイトル長めなんですけど、私はまだここに来て間もなくて右も左もわからない状態なので、今日はこのタイトルの通り、私よりも年上の先輩生徒さんとお話をして、スクールオブロックについてとか、先輩の通っている学校についてとか、いろいろお話を聞いていきたいなと思っています。ちなみに私は高校1年生、同級生のみんなや後輩のみんなとも徐々にお話をしていきます。でもその前に、まずは先輩に挨拶をしておかないと。大阪府16歳女の子、ラジオネーム楓はピカチュウが好き先輩からいただきました。ゆりなちゃん、おめでとう、本当に嬉しい。私の大好きな元気いっぱいのゆりなちゃんにたくさん会えると思うと嬉しくて嬉しくて本当に嬉しい。楽しみにしてるね。ゆりなちゃんも楽しんで全力で応援するよ。ゆりなちゃん大好き。よし、今日はこの先輩とお話ししてみましょう。もしもーし。もしもーし。もうやばいです。私もやばいです。すごく緊張して。しゃべってる。はい。あ、すいません。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今月からスクールオブロックの女子クラス3週目を担当することになりました。はい、平手友梨奈です。大阪府16歳、高校2年生、カエデはピカチュウが好きです。はじめまして。はじめまして。すごく、やばい。すごく緊張しています。あ、私の方が緊張してます。やばい。お互い頑張りましょう。はい、頑張ります。スクールオブロックはいつから聞いているんですか？小学6年生の時に一回聞いてて、はい、でもずっと お休みしてて、はい、でもゆりなちゃんが、はい、スコーブ出るっていうから聞き始めてます、最近。ありがとうございます。ありがとう、すごいありがとうございます。欅坂はご存知なんですか？はいはい、もちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに曲とかも聴いてください。全部 CD 持ってます、ありがとうございます。いつから知ってますか？ちょうどデビューの1日前に知って、はい、ゆりなちゃんの写真を記事で見て、はいはい、でそこからミュージックビデオ、サイレントマジョリティのミュージックビデオを見て、はい、もうこの子しかいないと思って、それからずっと大好きです。本当に大好き。ありがとうございます。やばい。ちなみに、はい、推しメンとかは、もうゆりなちゃんです。本当に嬉しいです。ありがとうございます。大好きです。あ、学校生活は1年経ってどうですか？はいはい、なんか楽しすぎて、はい、楽しいです。楽しい。すみません、楽しい。すごい。相当楽しいですね。はい、楽しいです。どんな
とこが楽しいですか？なんか毎日、はい、理由もなく友達と会えるから、はい、なんかそれって素敵だなと、何言ってんのか分かんないけど楽しいです。いや、でもすごい素敵だと思います、はい、部活とかはやってますか？うん、部活はフォークソング部っていう軽音部みたいな部活に。そうなんですか。やってます。はい。ギターとかも弾けるんですか？はい、もサイレントマジョリティめっちゃ弾いてます。すごい。でも本当に難しいけど、はい、なんか楽しくてずっと弾いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうお礼を言わせてください。やばいです。え、学校でちなみに流行ってることとかありますか？なんか今いっぱいお笑い芸人さん好きですよね。ゆりなちゃんも好きです。なんか今最近も私もハマってきてて、はい、あ、そうなんですか。そう、よくモノマネじゃないけど、はい、友達と面白おかしく、私はなんか恥ずかしくてできないけど、はい、友達がやってるのをわははって聞いてます。どういうお笑い芸人さんとか？え、もう今はウルゾンチームさんがもう一番キャラが好きです。欅坂でも流行ってます。あ、はいはいはい。私ブルゾンちえみさんに憧れてるんです、はい、初めて言うんですけど。そうなんですね。めっちゃ嬉しい。やばいです。あの、なんか欅坂で、はい、あの携帯アプリのスノーっていうのが流行ってるんですけど、あの女子高生の方にもやっぱり流行ってますか？はい、でもなんか最近はあれめっちゃ漏れるじゃないですか、はい、目大きくなって、はい、めっちゃ漏れますね。なんかそれが飽きてきてしまって、なんか変顔っていうか、なんか変なやつ、なんか面白おかしいやつが、大きくなるやつとかですか？はい、大きくなるやつとか、なんか変な形になるやつ。ケヤキは今ハマってます。写真じゃなくてケヤキは動画です、はい、それで面白いこととか動画、なんかダンスを踊りながらそれをはめてみるとすごい面白くて、ぜひやってみてください。やってみます。ケヤキでやってみます。よろしくお願いします。よろしく。違う、待って、はい、ありがとうございます。わかんない、わかんない、テンパってる。あの、私高校1年なんですけど、けどなんかアドバイスとかありますか？あったら教えて。今までなんか勉強を理由にして、なんかその時にしかできないようなこと、だから自分のしたいこととか握手会に行くこともなんか全部諦めがちで、はい、でもなんか今それをすごく後悔してて、はい、だからゆりなちゃんには自分の思うがままにやりたいって思うことを、はい、今残らないようにやり尽くしてほしいです、はい、青春してほしい。青春したいんだよね、ゆりなちゃん。青春したいです。青春してほしい。今しかできないことをしてほしいです。はい、自分の残らないように。はい、なんか泣けてくる。やめて。かよみさん、私が泣いた。やばい、本当に嬉しくて。いや、私もずっと電話をしてみたかったので。どんな私のセリフでした。初めてなんで。あの、楓先輩は、はい、初めての方でよかったです。あ、もうそれ以上言われたら壊れてしまう。壊れないでください。本当にやばい。はい、ということで、はい、今日はお話ありがとうございました、はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、はい、します。ありがとうございます。楽しみに待ってます。ありがとう。大好きです。ありがとう、大好きです。待ってください。はい、この曲は私の所属しているグループ欅坂46のセカンドシングル、世界には愛しかないです。今日は投稿2日目にしていきなり逆転をしてみたんですけど、まさかああいうテンションで来るとは思わなかったので、すごいびっくりしたし、なんかリアルですごく嬉しかったですし、その楓先輩の学校のこととか知れたので、あー、なんか私も青春早くしたいなっていうドキドキも止まらなかったですし、うん、頑張りたいと思います。青春楽しみます。ありがとうございました。これからはどんどん生徒の皆さんと話していけたらと思うので、ガールズ掲示板や私宛てのメールにメッセージ書き込んでください。
それでは私とはまた明日この教室で会いましょう。平手友梨奈でした。